はい、皆さんメリークリスマス、ひろしの隠れ家です。今日はですね、2020年12月25日クリスマスですね。今日はですね、クリスマスプレゼントがないか酒屋さん巡りにね、来たいなと思います。ではですね、行ってきます。どうでしたか？クリスマスということで、まあ、何かね、珍しいウイスキーがないかということで、いろいろとね、酒屋さんを巡ってみたんですが、さすがにね、まあ、前回のような響き21年とか山崎12年、まあ、イチローズモルトなんかはね、なかったですね。山崎ノンエイジはね、1本だけあったんですが、まあ、すぐにね、白髪のね、上品なおじさまにね、すぐに買われていきました。私はね、全然買えませんでした。すごいですよね。でも山崎もなんかね、私が行った時に、その時に多分店員さんがガラスケースにこう入れてた感じだったんですが、本当にすぐ、私はね、まあ、あんまり山崎は買うつもりはなかったので、ちょっと山崎入ったなーって見てたら、まあ、すぐにね、先ほどの白髪のおじ様がね、買われてました。本当にすぐに売れていきますね。もうサントリー人気すごいですね。まあ、サントリー人気というか、まあ、山崎人気がすごいですよね。まあ、あとはね、スーパーでグレンリベット12年の旧ボトルがあったり、まあ、小さなね、酒屋さんも行ってみたんですが、まあ、そちらにはね、オクトモアがね、3種類売られてました。山形県でね、オクトモアを置いてる店ってなかなかないので、まあ、いいお店をね、発見したなと思いましたね。まあ、クリスマスということで、何かね、サンタさんがいいプレゼントを酒屋さんにこう置いていないかなということで、いろいろと巡ってみたんですが、まあ、世間でいうね、レアボトルは一切ありませんでした、残念ながら。しかしですよ、私的にすごくいいボトル、もうサンタさんからのプレゼントですね、を発見して買ってきましたよ。それがですね、こちら、じゃん、グレン・グラント10年旧ボトル、こちらですね。中身のボトルはこのようなボトルになっています。これね、実は欲しかったボトルで、まあ、今はもうこのボトルってもう終売になっているんですよ。
なかなか見かけなくなってきているボトルなんですが、まあ、終盤になったということで、まあ、珍しいっていうのもそうなんですが、何よりもね、これ価格にねびっくりしました。このグレン・グラントってきちんとしたシングルモルトウイスキーなんですよ。しかも10年表記がきちんとついていて、まあ、10年以上熟成された原酒を使っている証拠なんですが、10年表記のシングルモルトスコッチウイスキーですよ。それがいくらだと思います？なんとね、2550円ですよ。これ安くないですか？2550円って今時ないですよね。消費税込みで、2805円だったんですけども、まあ、オフィシャルの10年もののシングルモルトスコッチウイスキーで3000円を切るボトルって今ありますかね？ない気がするんですよね。なんかあったらちょっと教えてください。ノーエイジとかだったらオフィシャルのシングルモルトで3000以下というのはあるんですが、10年ものですよ。これ一応10年もののシングルモルトで2550円ですからね。この値段設定はすごいですよね。グレン・グラントのね、情報。グレン・グラント蒸留所はスコットランドのスペイサイド地方で1840年に創業されました。まあ、数々の企業より買収され、現在はイタリアのカンパリ社が所有しています。まあ、イタリアで大人気の銘柄となっているようです。以前ご紹介したことがあるんですが、グレン・グラント5年をね紹介したんですが、そちらのグレン・グラント5年がなんとイタリアで大人気らしいんですね。まあ、10年はそこまでではないと思うんですが、5年がねすごいイタリアで人気があるということでご紹介させていただいたんですがね、前回ね。まあ、このね10年、このラベルの10年すごく飲みたかったんですよ。なのでこちらがね、私にとってクリスマスプレゼントになりましたね。本当にサンタさんありがとうございます。これ本当に飲みたかったんですよ。それをこんな格安でね買わせていただけるとは。まあ、早速ねサンタさんからいただいたね、サンタさんがいただいてはないか、サンタさんが導いてくれたグレン・グラント10年9ボトルをね、まあ、クリスマスのね飲んでみたいなと思います。しっかりしたねコルクですね。いいですね。このようにですね、色味は、まあ、少し黄色みがかった薄めの黄金色ですかね。では早速香りから。わー、いい香り。すごいね、爽やかな香りなんですよ。フルーティーな香りで青りんごっぽい香りですね。すごい爽快な香りというか、すごいフレッシュな香りですね。この香りがね、グレン・グラント5年にもあったんですが、すごい香りなんですよ。私好きな香りですね、これ。では早速いただきます。ああ、すごい、本当にリンゴですね。味わいはねすごいライトテイストで、口当たりも柔らかく、味わいがねリンゴ、本当に、まあ、青リンゴ寄りのリンゴですかね。少し若いリンゴ、リンゴ感を味わいたい方はこれ本当おすすめですね。すごいリンゴの味がします。これ本当好きですね。おいしい。5年もねすごいおいしかったんですけど、10年の方がやっぱり熟成感があって、モルティーな感じも少しあって、蜂蜜感もちょっとあるので、すごいねおいしい。これはいいですね。この鼻を抜けるリンゴ感がすごい爽やかでいいですね。やっぱりね、グレン・グラント5年の時もそうだったんですけど、グレン・グラント最近ハマりましたね。おいしい、本当に。このラベルのグレン・グラント美味しいです。グレン・グラント5年もこのラベルのグレン・グラント5年を買ったんですけど、本当それもね美味しかったので、これはおすすめですね。これね、正直私的には本当にねクリスマスプレゼントで3万5千円する響きより、まあ、正直ねこっちの方が買えて嬉しいかもしれない。まあ強がりですけどね、まあ、お金があればね響き21年も嬉しいんでしょうけど、
響き21年って安月給のサラリーマンが買って飲めるボトルではないんですよ。あれは私的にはね、やっぱりこのね2550円で買った終売になっているねグレン・グラント10年の方がね格段に美味しいんじゃないかなと思います。で、3万5000円の響きとこの2550円のグレン・グラント10年をブラインドテイスティングで出されて、どっちが美味しいですかって言われたら、私はですよ、私は多分グレン・グラント10年の方が美味しいって言いそうな気がします。それぐらいこれ美味しいですね。まあ、若さはやっぱりあるんですけど美味しいです。本当にもう10年でこれ完成された味だと思いますね。最近本当にこのグレン・グラントハマりましたね。本当に美味しい。まあ、値段的にも本当にねかなりの安うまウイスキーになると思うので、皆さんもねぜひ一度グレン・グラント味わってみてください。多分この感じ分かってくれる方は分かってくれると思うんですけどね。このラベルが、まあ、ちょっと旧ボトルで終売になっていて、まあ、今はねこちらのような新しいラベルのグレン・グラント10年になっているんですが、まあ、こちらのねグレン・グラント10年は正直私飲んだ時がないので何とも言えないんですが、このねラベルのグレン・グラント10年は間違いなく美味しいです。まあ、あとね前回紹介したグレン・グラント5年、そちらも間違いなく美味しいので、ぜひねこのラベルのグレン・グラント見かけたら皆さん買って飲んでみてください。もう安いので、まあ、気軽に買える値段なので買ってね味わう価値はあります。でこのラベルって終売になったのが確か2017年ぐらいだと思うので、2018年くらい新しいね先ほどのグレン・グラント10年のラベルになったと思うので、まだね2年ぐらいしか経ってないはずなので、まあ、酒屋さん行ってあるところにはねまだこのラベルのグレン・グラント置いてるところ結構あると思うので、そんなに売れないと思うのでグレン・グラントって知名度もそんなにないので、ぜひね皆さんこのラベルのグレン・グラント見かけたらぜひ買ってね飲んでみてください。まあ、2000円台で多分買えるはずです。ぜひおすすめです。まあ、今日はねこのようなクリスマスプレゼントサンタさんからね導かれてこちらのねグレン・グラントを買いましたが、まあ、皆さんもねぜひクリスマスということもあったんですが、年末年始ってね結構レアウイスキーがいろいろな酒屋さんに出回る時期でもあるので、皆さんもぜひレアウイスキーを求めて酒屋さん巡りをね楽しんでくださいということですね。今日のひろしの隠れ家はクリスマスに酒屋さん巡りをやってみた、そちらで買ったグレン・グラント10年旧ボトル、こちらをご紹介させていただきました。ではまた。